こちらではですね、伊勢土産になった名物をご紹介させていただいております。伊勢にはですね、いろんなお土産物が伝えられております。今私たちはですね、お土産というふうになりますとすぐ食べるものを想像してしまいますが、江戸時代旅人がですね、持ち帰りました土産物、これはですね、長い旅路にですね、持ち歩かなければなりませんので、もちろん食べるものは持って帰れません。どういうものが好まれたかといいますと、やはり、軽くて、そして腐らないもの、これが中心だったようでございます。江戸時代に書かれました女用金毛髄という書物がございます。これは女性の教養書なんですけども、こちらのですね、中に、着物の図柄としてですね、伊勢土産が数多く描かれております。火縄でありますとか伊勢暦、あるいは貝弱子、それから貝殻、そういったものも描かれております。中にはですね、江戸時代にとても流行しました笙の笛、なども描かれております。子守歌でございます。里の土産に何もろた、でんでん太鼓に笙の笛というくだりがありますけども、そこで登場してまいります笙の笛、これはですね、伊勢の土産物として一世を風靡したものというふうに言われておりまして、この女用金毛髄にも書かれております。残念ながらですね、そこに描かれておりますのは今ではですね、もう全然一つも伝世をしておりませんが、そういったものがですね、土産物として描かれております。どれもですね、腐らずに、そして、丈夫で、そして軽くて、というものばかりでございます。そしてですね、もう一つ伊勢土産として、忘れてはいけないのがですね、伊勢音頭でございます。伊勢音頭はですね、別の言い方をしますと荷物にならない伊勢土産というふうにも言われております。各地からですね、その地域の代表として、例えば伊勢にですね、伊勢詣に来られた方々がですね、伊勢で過ごした楽しい思い出とともにですね、そこで、こう口ずさんだ、あるいは耳にした伊勢音頭をですね、地域に持って帰って、そして旅の土産として皆さんに報告するときに、その伊勢音頭も紹介をするわけなんですけども、その伊勢音頭がですね、各地に今でもこう伝わって、そして三重県から遠く離れた地域の方々もそれを口ずさんでいただいているというところでございます。歌詞がそのまま継承されたり、あるいは愛の手が継承されたり、節回しがよく似ていたりという形で、いろんなところでですね、この伊勢音頭が現在でもですね、皆さんにこう口ずさまれているというところでございます。土産物といいますと、とかく食べ物というふうに思ってしまいますが、昔はですね、持ち帰りができて、そして、腐らずにですね、軽くて丈夫なものというのが好まれたようでございます。